ブレイド・イン・トロント、カナダ2016ブレイドは、スウェーデンのラッパー、シンガー、ソングライター、レコードプロデューサー、ファッションデザイナーであり、ミュージカルグループドレーン・ヤングのメンバー。デビューアルバムエバーシンスを2016年に、セカンドアルバムレッド・ライトを2018年に、リリースした。どちらも、ストックホルムのレコードレーベルやーレレレレイ1を、通じてリリースされた。自身の音楽に加えて、 リリースのカバーアートとして頻繁に登場するビジュアルアートを作成するヤングリーンのファッションブランドサドボーイスギアのクリエイティブディレクターも務めるスウェーデンのストックホルムで1994年4月旧生まれを主にスキャンスタルで育つここで2004年にグラビティボーイズのメンバーであるザック・アログンダで似合う二人は同級生で13歳の時に クロスットというバンドを結成し、これがきっかけで音楽への関心が高まる。学校を去った後は、デイケアセンターで働きながら、音楽を作り始める。2011年にケン・バーンズという名前で、いくつかトラックをリリースしたが、2012年に音楽のリリースを正式に開始。最終的に、ブレイドの弟の友人であった、スウェーデンのラッパー、ヤング・リーンと友達になった。 最終的にサウンドクラウドでサッドボーイズのメンバーであるヤングシャーマンに共同作業を依頼するためのメッセージを送った。その結果ブレイドのグラビティボーイズコレクティブトリーンのサッドボーイズエンターテイメントの間に協力関係が生まれる。その後ブレイドトリーンはリーンのアンノーンデス2000ミックステープからはヒールユーブレイドラナーを制作。 レーベルや0001にて2014年デビューミックステープグルーをリリース。ツイッターをスクロールするのに行き詰まった郊外の世代の夏の成果と表現された。ミックステープはオーディオ配信プラットフォームサウンドクラウドで成功し200万回以上の再生回数を記録した。このミックステープはいくつかのシングルが伝染となってヤングレンズ。 デビューミックステープのアンノ n ン e s 2 0 0 2のと相まってブレイドをアンダーグラウンドヒップホップの名声に押し上げた。デビューアルバムエバーシンスを2016年5月25日にリリースする。このアルバムはメインストリームから様々なレビューを受けたがアンダーグラウンドやエクスペリメンタルな評価からは好評だった。2017年 二番目のミックステープ、Working on Dying をリリースした。2018年には、レッドライトがリリースされた。2018年7月、ブレイドと、ドレンギャングの仲間であるエコー 2K は、マシュー・ウィリアムズからの招待により、パリで開催された、アリックス・スタジオの S、S2019 メンズウェアショーを歩く。3番目のミックステープであるアイスタンサーは、 2018年12月28日にリリースされた。ブレイドの音楽はオートチューンの多様とトラップ、クラウドラップの要素の融合が特徴である。雑誌 ID は彼のスタイルをぼんやりとした老廃制作の感情的なラップに傾いていると説明したが2018年現在彼は一種のオートチューンとダークエンジェルに進化したと述べている。ファンから 天使のようだと言われることがしばしばあるが、これに対し、自分は特別ではない。私もあなたと全く同じだ。と述べている。2019年のインタビューで、ブレイドは自身の音楽を頻繁に実験していることを認めており、本人がしていることを一つのジャンルに限定することを好まない。同インタビューで、自身の音楽は本人にとって治療的であり、 しばしばそれを裁け口としても使っていると述べた。インタビューでザ・フェーダーの音楽ライターであるジャック・エンジェルはブレイドの音は当症にかかった未来派だと表現し彼の音楽は幅広い感情を呼び起こすと述べた。子供の頃は将来はアーティストか絵描きになりたかったそうでいつも絵を描くことが好きだったというフルタイムで音楽をやるとは一度も考えたことが なかったと述べている。ありがとうございます。